ダイアナ・イグロンはアメリカ合衆国ジョージア州出身の女優。幼少期から地元のミュージカルに多数出演。テレビドラマグリー、グリーのクイーンハブレー役として知られている。日本語ではディアナ・アグロンと呼称されることが多い。エイグロンはジョージア州サバンナで生まれ、テキサス州サンアントニオとカリフォルニア州サンフランシスコで育った。彼女はメアリーと ハイアットホテルの総支配人を務めるロナルド・エス・エイグロンの娘である。このため、エイグロンが言うには、彼女と家族はいろいろなホテルに住みつき暮らしていたそうである。彼女には、ジェイソンという弟がいる。エイグロンの父親の家系は、元はロシア出身であり、エイグロンによると彼らの元の姓であった、アグロンスキーはエリストの役所に変更されたのである。彼女の父親は、 ユダヤの家系に生まれ、彼女の母親はユダヤ教に改修した。エイグロンはヘブライスクールに通いバトミツアーとなった。彼女は15歳の時、父親が多発性硬化症であることを知った。コスモポリタン氏のインタビューにおいて彼女は明かした。ものすごく変わってしまったわ。その年齢であなたは親が死ぬなんて思わないでしょう。その病気は 彼女の両親の破局の原因となり、彼らは離婚を決定し、それにより、彼女と弟はひどく辛い思いをした。彼女は述べた。私は家族のセラピストになる必要があったの。接着剤に、こんなこと私まだ話す準備ができていないわ。エイグロンはバーリンゲーム中学校とバーリンゲーム高校に通い、その高校で彼女はホームカミングコートに選ばれ、また、 グリースのマーティー役を演じる他方で、舞台美術、衣装、ペインティングにも関与した。彼女は3歳からダンスをしていて、主にジャズとバレエに打ち込み、後にヒップホップダンスを始めた。エイグロンは、その後、ミュージカルシアターに夢中になり、しばしば地域や学校の上演で演じた。彼女は5年生の時に、オズの魔法使いのドロシーゲールを演じ、10代で、 ダンスのコーチを始めた。彼女によると、彼女は高校の一般的価値における人気者の生徒ではなかったが、学校周辺のいろいろな仲間から多くの友人を持った。高校を卒業後、女優になる意思を固め CSY、SI、NY や Heroes などに出演。2009年、グリーにて大役を得る。ベジタリアン、動物愛護団体ペタのメンバー、レディオヘッドのファンで、 映画は、ティム・バートン監督作品がお気に入りである。アレックス・ペティファーと交際していたが、破局。2016年に、イギリスのバンド、マムフォード,ンドサンズのメンバーであるウィンストン・マーシャルと結婚した。ありがとうございます。